手術前日検査来てます。心電図と血液検査と、レントゲンとエコーかな。ここへ降りよう降りようだけど、ここに行けないかってそういうことじゃない。なるほど、ここへ降りたいんだ。片付けます。はい、あ、なくなっちゃった。もうないよ、もうないよ。降りたいな、逃げたいな。頑張って。よしよし、見せれる？ピント。タッチしてピント合わせて。できるだけ毛を取らない感じ。これお手手大きく見えるな。よしよし。あ、もう全然気にならへんの？もうちょっとやって。グルを守ってます。おかしいよ。これはまだちょっと置いといてやる。そういうことですね。ただ中にはもうこんなんやったらちょっと言われるかもしれんけど、でも歯でもなくなる子いるんで、草って、ね、この辺、なんかいろいろインターネットで見ると、とか言ってる。そうそう、ワンちゃんってこんな歯が入ってるような奥歯とかね、うん、人で言うとこんなでっかい、うん、人って顎がでかいのに歯は小さいんですよ。今おっしゃったのはそういうことですか。顎の周りに歯が大きいということですか。そうそうです、ワンちゃんはね。だから、あの人って歯が小さい、逆にバッシュもしやすいし、あとこれぐらいサイズないけど、トワタケ。これジプロクエア、ごめん、ジプロクって言ってちょっとまた、注射器ね、これ最近ジプロクって初めて。なるほど、怖いね。なお、これ病院からルミンちゃん入っちゃうかもしれないとのことなので、タオルまみれです。帰ろか、ルミ帰らな。あ、かわいい、頑張ったな、ルンちゃん。帰るよ、帰って美味しいご飯食べていっぱい寝よう ね。疲れたな、ルミン。大丈夫？1時間経ったな、もう包帯巻いてから。包帯取ろうか、これ包帯取ろうか。それ帰るの？そうなの？多分。どういう匂いしてんの、ラミンくん？どういう？うん。こんなん。これ血なんかな？赤血かも。ちょっととりあえず首やっとるか。うん。全然ふらついてへんな、ラミン。よかった。よかったね。ちょっと首やっとらして。何も特に疾患はないので、本当に個性というか
そういう感じで、何してんのそれは。え、ここにこれをねじねじねじして、ここに団子のようにしたらいいって、何かに団子のように入れてくださいって言ってたって。ああ、なるほど。そしたらそれをこことこの人だと飲むやろ。そうか、そういう。やってるみーちゃん。かわいい顔して。麻酔から覚めた時はマシュボボボボボって感じやって。まあこうして隠してカポッとあげたいんちゃう。うん、多分飲む。多分飲むようなうちの子な。食べたな、よしよし、椅子飲んだけ。お腹空いてたな。まだ飲んしゃ。お座り、はい、お手、はい、はい、よし。薬入ってる？どこに入ってる？やだ、なんとか組合って映っちゃった。知らんけど。